どうもアダスです。今回ですけどもアダスの個人的な動画になります。クラブセッティング紹介ですか。そうですね、はい、僕のクラブセッティング、はい、ちょっとあとすいません、ちょっと先にですか、私は一応復帰させていただいたんでご挨拶をさせていただいてよろしいですか。そうですね、はい、一応手術から復帰してまいりまして、はいはい、手術から2週間ぐらい経った。2週間ぐらいですね、はい、まだお酒も飲めないんですけど、なんかね鼻にこういろいろ詰めてめちゃくちゃ詰め込まれて、それをねなんか水で徐々に落としてたんだけど、まだ落ちきれてないの。自然と溶けてなくなるの。なくなっていくんだけど、2日ぐらい完全に塞がれてやばかった。本当に死ぬかった。口でしか息ができんって困ってたもんね、口がカラカラでね。2時間ぐらいおきに目覚めて水を飲んでました。でも その後は特に綿がなくなってからはなくなってきて楽になってきたんだけど、今日なんか、ね、残りカスの綿をほじくられてめちゃくちゃ痛いんだよ、ね、血出た今。いや全然出てない。出てない。うん、手術は成功して、はい、一応回復に向かっているということですね。よろしいでしょうか。これね副鼻腔炎持ってる人ね、本当手術する前になんとか治療した方がいいと思います。早めにね、はい、対処した方が、はい、手遅れになってからだと破綻、ね、みたいになっちゃうんですね、はい、ちなみにねこれ、まあ、病院行ったきっかけはね、コンサンアウさんが来た次の日に高熱を出したという。ああそうだそうだ、あれがきっかけでございます。実はそうだ、あそっからおかしくなったね、はい、あの時すでに、ね、実は具合悪かったんだけど、若干おかしかったんだけど、はい、終わって超高熱出て、そうですね、はい、飲みに行くまではとりあえずなんとかなってたんだね、まあ、薬でなんとかごまかしてて、翌日ね多分すべてのツケが回ってきた。コンサートアウさんに集大成を持ってた、ね、はい、そうです。ちなみに去年はダース君と対決した後に手術してますんで、それはなんか出来物は、はい、ここの手術、ね、あの時は死ぬかと思ったけど、そのおかげで勝てたから、ね、ということで YouTube の労災をちょっといただきたい。労災労災要求するやつと、はい、いうことでちょっと収益次第でね、はい、じゃあいいですか、はい、本題に入って、はい、じゃあ今年は、まあ、今までのね俺のクラブセッティングって結構買いたいものを買ったりとか、はいはいはい、結構ロマンをね求めていったのも多かったと思うんですけども、はいはい、今年はせっかくね志田系 YouTuber をやってるんで、はい、いいものを見つけたらそれを自分のクラブに取り入れていこうじゃないかと。それはあくまでもスコアをアップさせたいっていうものですか。です、はい、まあ、ロマンもねちょっとぐらい入れるかもしれないんだけど、やっぱりスコアメイク、はい、皆さんやっぱクラブを変えてスコアが良くなったとか飛距離が伸びたっていうのがやっぱ一番のこう成果だと思うんで、はい、クラブを変えることによってね。なんでそれを僕が示していければなと思いますので、はいはい、自分に合う本当にいいものを探して買うという企画をこれからちょっとやっていけたらなと。今まではちょっと動画外で、ね、やってたことなんですけど、動画にしていきましょうって感じですね。そうですね、はい、なんか個人的な動画がちょいちょい混じってくる感じです、はい、だからこう例えば今何々悩んでますので、はい、ちょっと今回は何々をしだしてみたいと思います。わかりました。で、良ければ買います、はい、みたいになるんで、結構コメントもいただけるといいなと。わかりました。だ単純にね、ゼクシを買えよとかじゃなくて、はい、僕ならどうっていう、そう、はい、ちょっと順序立てて言ってもらえると参考になりますので、はい、ちょっと頼りで、はいはいはい、みんなの意見も参考にする、はい、実際ね、この純正シャフトはみんなの意見で買ったから。わかりました、はい、じゃまずセッティング紹介ちょっと、まあ、じゃあ今シーズン終わりのセッティングね、はい、そうですね。ちなみに今シーズン終わりのハンディキャップはおいくつですか。11.2、なぜか 11.2 のまま、はい、最後ひどかったんだけど。じゃあまずドライバー、ドライバーからいいですか。はい、はい、ドライバーは PSR210 度、はい、今年それでもうずっとそれか。そうだね、シャフトはちょっと変えたね。シャフトが3本目、はい、で今が TSP111、はい、純正の軽い方の S シャフト、はいはい、これを押し出してこれいいなと思ったのに、なぜか最初スピーダーネックスグリーンを買って、はい、おかしくなってたということですね。まあ、ドライバーはまあまあね、まあ、ぼちぼち、はい、じゃあ次フットいっていいですか。はい、フットにフット、これもね今年新調したやつ、ゴルフパートナーで衝動買いしました、はい、LTDX の3と5、はい、こちらなんとシャフトがね NX ね、はい、どっちも 6S? そう 6S、はい、これはねこの状態で売ってたんですよ実は、ね、お値打ち価格で、ね、そう、うん、で
なんかバフラーレールがね、いいよみたいな感じだったんで買っちゃったと。これどうですか。これはね、いきなりね、この5番ウッドがね200ヤード飛ぶようになって、はい、なんか調子いいです。はい、なんかドライバーはダメだったんだけど、ウッドはいい。NX でも。そう。これね、視聴者でもこういう、そういう人いた。コメントでいた、はいはい。ウッドではいいんだけど、ドライバーはダメですみたいな。ドライバーも NX 青にもしたんだよね。青もした。それでも最終的に純正。そう。はい、緑、青、純正。はい、そうなんです。ウッドはとりあえず気に入ってます。はいはいはい、はい、いいかなと。飛距離的にもまあもうちょっと飛べばいいけど。まあまあまあ、はいはいはい、次ユーティリティですか、はい、こちらなんかよくわかんない、ロイヤルコレクション、これなんか若干余地がありそうだ。これはね、今でもなんでこれ使ってるかわかんない。結構昔だよね、買ったのね。そう、一回動画で仕出して買って、うん、でその後グローレの F2、はい、2本買って、はい、これ戻して、はい、これはうん、まあ、かもなく不可もなく、まあ、あんまりですけどね、使わないんだよね、ユーティリティ。そうだね、まあ、180ヤードぐらい打つときに結構ね、あの使ってないと思うな、全然。いや、そんなことない。ウッド使ってると思う、大体。まあまあまあ、それもあるかもね。シャフトなんですか。シャフトはね、はい、フジクラ MC70S、 こちらはなんかその辺にあったシャフトです。はい、もともとゼロスのハイブリッド、はい、7ハイブリッドをつけてたんだけど、はい、柔らかすぎてグニャングニャンだったんで、はい、これに変えました。はいはい、まあ、100、70ヤードから80ヤードぐらい。はいはい、じゃあアイアンは、はい、P79770 ですね。はい、改善の余地がありそうだ。はい、ガム付きのやつね。ガム付き。ロフト33度です。はい、で中空のアイアン。はい、でシャフトもいいですか。シャフト NX、 NX じゃないけど NS、 NS プロ850の R です。はいはい、これはね、最初ちょっとやばいかなと思ったけど、今は結構いいかな。 R っていうのがポイントですね。マスクね、アイアンのシャフトだけのこだわりすごいんだよね。めっちゃ持ってたよね。そうだね、1年に 1,2 回はシャフト変えたから。なかなかいないよ、アイアンのシャフト変える人って。いやー、でも今はこれ落ち着いた。これ1年以上使ってんじゃないか、はいはい、多分。なるほど。でもちょっと今悩みがあって、はい、もうちょっと重くてもいいんじゃないかなと思って、はいはいはい、そう、硬さは硬いのはダメなんだけど、重くてもいけんじゃないか、はいはい、なんでかというと、ハテヤンの、DG プリ、あのなんだっけ、プリントのダイナミックゴールド、あの DST の方ね。そう、あれを打った時に結構いい球が打ってて、うん、重さとか柔らかさもすごいいいなと思ったんだよね、うん、なん で飛距離も別にそんな落ちてなかったし、うん、いいかなと思って、はい、であとヘッドもロフト31度ぐらいでいっちゃうかなって、はいはいはい、それは確かに30か31度ぐらい、うん、そうですね、だからキャリーで7番150ぐらい出るといいなっていうのが、うん、今ラン込みで150いく。そうだね、ラン込みで150、あ、そんないく。だから止まるグリーンだと本当140とかで止まっちゃうから、うん、穴開いてポンポンって、はいはい、だから結構北広でやるのと他のゴルフ場でやるのと計算が変わってくる感じですね、うんうんうん、はい、まあ、キャリーが140弱、はいはい、38、9ぐらい、はい、なんでちょっとアイアンは今年の課題かな。今日の議題、今日の議題なるかもしれないですね、はいはい、じゃあ次、イーデル3兄弟、ウェッジイーデル3兄弟50、54、58、うん、これはね、めちゃくちゃ気に入ってます。はい、どうでやますか。いや、俺的にはちょっとやっぱセッティングの疑問はありますね、正直。ちょっと皆さんも意見欲しいんですけど、まあ、パチとかでもいいかなってなって、そう、ユーティー2本でウェッジ2本なのかな、あの飛距離的にね。そうそうそう、だからこの長い方が多い方がいいのかな。これのロフトを30度に変えたら、うん、こっちも変わってきちゃうね、うんうんうん、だから50、58だけになるかもしれない、はいはい、もしかしたらね。タイガーが50、56だっけ、50、58だったかな、なんかタイガー2本なんですよ、はいはい、タイガー真似するかもしれない。でこれのシャフトはね、見てください。NS9
950の R です、はいはい、どちらも R で、オータクシェンね、そう、それはいいんじゃない、1個だけ重くしました、うん、でも R です、うん、まあ、これもね割とうまく打てます、はい、NS のね S は全然打てないんだけど、はいはい、R はね結構打てる、うん、ウェッジはなんかあんまり、うん、全体的に全番ってこう10ヤードずつぐらい伸びたらいいなっていうのが今のね、はい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 、キャリーでね、はいはい、今のアイアンね、まあもうウッド系はちょっと変わんないですけど、はいはいはい、そうアイアン分けはちょっと10ヤードずつぐらい上に行ったらいいなっていうのが今の希望だよね、はい、ちょパターン見る、最後ねちょっとパターンはいつも通りなんで、はいはいはい、こいつまだ使ってます、はい、これは絶対買いません、はいはい、でもちょっとこの辺とかボロボロになってきたんでちょっとメーカーに言ってこのねヘッドカバーとかも剥げてきたんで、はい、買えれたらなぐらいに思ってます、はい、ではちょっとやってみたいな、今後やってみたいのはとりあえずアイアンだね、はい、アイアンをシャフトからいこうかな、はいはいはい、うん、ちょっと重めってことですね、そう、はい、ヘッドからいくかシャフトからいくか結構難しいと思うんだけど、うん、どっちからですか。俺なんかねちょっと思ったのがどっちかから変えないといきなり2つ変えたら結構インパクトあるんじゃないかなって気がする。あ、いや正直結構いやハテヤンがそれやって、うん、結構失敗、うん、失敗なのか、まあちょっとねあんまりうまくいかなかった、うん、って気はしてる。だからそのアイアン変えちゃうって結構もう主軸が変わる感じになるじゃん、うん、やっぱりアナス君変え慣れてるからさ、まあね、うん、大した変わんないそれより飛距離アップの方が大事だと思うよ。そうだね、なんでこう、まあ、できればアイアンは7番で30か31度、はい、でシャフトは90グラム台か100グラム台。だって950R とか。そうだね、はいはいはい、950R でもいいかなとはちょっと思ってる、はいはい、それからなんか105の R とかその辺をちょっと今考えてます。分かりました。ドライバーはまあもっと飛ぶやつ、それはね、簡単でもっと飛ぶやつに変えれたらいいかな、まあ、あと UT も今後多分、はい、この辺のセッティング変わってきたら間を埋める感じでいこうかなと思ってますので、なんかじゃあ今までの僕見て思うところがある人はちょっとじゃあコメントをまずいただきましょうか、はい、それ見て僕も考えることがあるかもしれないんで、今日ねこの後ちょっとサンゴリさんで、はい、ちょっとシャフトを出してもらいたいと思ってますんで、はい、じゃあこれで以上です、ありがとうございました。